村長ミュージックスタジオ。はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はですね、いろんな音楽を作っていく最後の仕上げという部分に着目をしてですね、3つのソフトというかプラグインをうまく使って仕上げをしたいと思います。今日はですね、素材は前からの弾き語り、レコーディングキャンペーンでですね、続いてレコーディングやってますけれども、その中で福岡のジュン&ジュンさんというね、女性のとっても素敵な透明感あるボーカルで少し実験をさせていただきたいと思います。ちょっとリラックスした状態でですね、仕上げたものを聞いていただきます。懐かしい人に出会ったような優しい頼りが今届いた。忘れかけていた幸せ、あなたにも分けてあげたい。はい、なんとなくバランスがとっても悪いですよね。なぜかというと、あっちからこっちからとなんかいろんな音がこう怒涛のように来てるような気がするんですね。普通ミキシングでですね、いろんなツールがないと時にはこういうミックスになる場合もありますね。ここでですね、ちょっとまず先に、ギターを整えます。ギターはインプリントっていう、印象とでも日本語訳したら言うんでしょうか。ギターの印象をちょっと変えてみたいと思います。ソロで鳴らしてみますね。ちょっと高いところになんか爪の音のような、爪が引っかかるような、ここ特にここ今ね、ストロークしたら分かりますね。これにインプリントかけます。はい、一気に落ちました。音量が落ちただけと違ってですね、例えばこれで少しまだ曇りがあるというんであれば、高音上げていけます。ただしですね、声がもうすごく高音成分が多いですので、ちょっと抑え気味にします。これだったら引っかかった感じがしないですよね。例えば低域をしっかり上げるときは、はい、こんな感じで、このソフトは、トランジェットシェイパーというような分類に入るようなソフトです。マルチバンド、低域、中域、高域で分けてですね、いけます。この中域をグンと落とすと、さらにアコースティックギター的な音になります。アコギの音っぽくするのは、この中域をどうコントロールするかっていうのにかなりウェイトがあります。で、こうやって、ギターは整えました。じゃあボーカル乗せますね。これが入ってるだけでもうだいぶに収まりが違いますね。これバイパスしてみますね。歌とギターが喧嘩してるのが皆さん感じるでしょうか。
それで、次ですが、世界一のマスタリングイコライザーとも呼ばれてます、名機を、モジュールにしたツールです。これもですね、微妙ですが透明感のあるものすごいいい音に変わっていきます。まず入れてみます。これはマスタートラックにさしてます。ちょっとずつ動かしてるぐらいはあまりわからないと思います。でも入るか入れへんかで、ものすごく変わります。こうやって微妙な部分を飾っていくわけですけれども、そして最後に秘密兵器とでも言いましょうか、BX リファインメントというちょっと新しいソフトを入れました。ここ真空管みたいなになってるんですけれども、これがですね、何するソフトかというと、僕も今までこういうピタッとこういうソフトっていうのはあまりなくてですね、高周波の部分でなんとなく耳障りになってきた音とかを削ったり、そしてツヤを出したりとか、もうなんか何とも口ではうまく説明できないような動きがあります。そういうので、でも聞けば分かります。ということで、ちょっとかけていきたいと思います。忘れかけていた幸せ、思いっきりかけます。するとちょっとあえて高音がなくなります。でもしっかりかけるとですね、耳障りだったものがなくなります。よく聞いてください。これを度合いよくかけるわけですね。そして、真空管のようなちょっとサーチュレーションというか、なんとなく歪んだような古めかしい音を追加します。こうやっていじってたらですね、また耳が麻痺しますので、どんだけ変わったのかがよくわからないかもわかりませんが、バイパスするとすごくわかります。いきます。こうしてみると、
これがあるのとないので、おもちゃと高級会社というかですね、K4 と高級車のような差がありますね。なんとなくこれ欠けてない、今欠けてないんですが、欠けてないところはなんか大雑把な音というか、これをかけると、なんとも言えない上品さというんでしょうか、が演出されます。もう一回切ります。本当にお上品になりますね。入れます。とっても気に入りました。今まで、自分で、イコライザーとかですね、コンプレッサーとかでやってても、この上品さはなかなか出ません。工房筆を選ぶというね、そんな類のソフトじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。今日は最終兵器の数々を皆さんに見ていただきました。村長でした。